よく来たね。いいか。いいか。これを使えば。おや？また来る。気をつけて。行くぞ。防御して様子見だ。恥ずかしく加減はしない。支援するよ。どんに行く。騎士の誓いとともこれが我が剣。やられんぞ。そんな。シュルケンフェルクが倒された。手当てをお願い。使わせてもらう。我が信念は俺。王者の魂をここに。癒しの力よ。助かった。さすがだな。
かすり傷だ。ファイター、自由な旅人の力を使うよ。我が信念は折れん。状況を確認する。見えた。ヒルケンベルグの攻撃が弱点で命中。はあ。シーカー。死の誓いとトナイト。いや、そこ。貴族としてファイター、叩き切る。落ち着いていこう、シーカー。
守りに徹するさ。加減はしない。支援するよ。さすがだな。みんな無事。そこ。せっかく覚悟はいいか。落ち着いていこう。王者の魂をここに。違うな。これを使おう。オヌキル。これ式。簡単にはやられんぞ。回復を優先して。ミャタ。ハン。キルケンベルグの攻撃が着地。セッター。叩き切る。みんな体力が少ないよ。まだ倒れるわけには。助かった。さすがだな。状況を確認する。そこ。最善ファイター。どう？これなら。みんな見えた。貴族覚悟はいいか。この状況が悪い。恥ずかしく行くぞ。これを。ありがたい。支援するよ。さすがだな。会長の体力を取りますか。さあファイター、切り捨てる。あと一息か。どうかな。いや、ダメだ。やるぞ。この技じゃない。もったいないな。うわっ、もったいない。自由な旅人の力を。誰か回復できないの。これを使おう。まだ耐える。また見えた。まだ勝機はある。こいつの出番だ。頼りにしてる。すまぬ。感謝する。じゃ、そこ。貴族として責務は果たすさ。はあ、この状況が悪い。自由な旅人の力を。加減はしない。落ち着こう。
接近戦だ。シーカー切り裂く。強い。そうだな。解散かしら。
神王が決する日にまた一日近づく。頑張りましょう。さて行きましょう。ゴージラ施しましょう。すぐに行こう。どうする？
どうする？さて行こっか。確かに倒したようだが、約束の対価を払おう。それと見せ礼を言おう。よし、やはり部外者は組織の隙を突くのにちょうどいい。これで輸送も滞りなく進むはずだ。ところでお前、エルダ族にまともな働き口などないだろう。私にとっては種族なら些細なことだ。それに私とつなぎをつく。決めたか？ああ、引き受けよう。賢明だ、リーダーを。今聞いたか？何の鳴き声だ？ここには何もいなかった。野暮用が入った。今日は解散だ。ただし、もし口外したら言わなくてもわかるよ。異端の商い人ベルギッタ、彼女との絆を育てることで不思議と引きつけられるやつだ。今後の仕事場はここだ。さて行こっか。ようこそ。感謝しよう。さて行こう。あの場所へ。ほう、よく来たね。
おや、また来るといい。さて、さて、大聖堂が、ルイの野郎、おや、おお、まあ、気になるね。この行動を終えるとプロローグデモ版は終了となる。その前に製品版へ引き継ぐためのセーブをしておくといいだろう。どうも。昔よし。さて、これまで良い座標だった。しかし遊びはここで終わりだ。ここまで遊んでくれてありがとう。改めて君に感謝を。だがこれはまだほんの序章。プロローグを終えてからわずか3日間を体験してもらったに過ぎない。君はまだ始まりの街を踏みしめたばかりだ。いよいよこの先から君だけの旅が始まる。次は古城の街マルティラで、ぜひとも早いお菓子を。何が欲しいんだい？この世界はあまりに広く美しく、そして驚きに満ちている。そうそう、まだ見ぬ地で君はたくさんの人々と出会うだろう。約束。未知を恐れるな。その旅の先にこそ輝かしい経験が待っている。何作る？お、いい感じ。
私の一手は、人の心には誰しも英雄が眠っている。君の中の英雄を目覚めさせていけば、君だけの戦い方ができるようになるだろう。ペルソナマスター、我は心の仮面の巻いて、ガンナー、どこにいても射抜いてみせる。さらなる力を手に入れたのか。これを使えばデビルサマナー、戦場の行方を読み切る。異界の力、王者の魂をここに。ジャックフロット、物語はこれから数々の波乱に満ちて綴られていく。人間、あの少年、本当にあんな代物を隠し持ってたのか。これこそ人間の真実だ。真の王を志すならば打ち勝ってみせよう。奴をやらなきゃこの道は終わりだ。いよいよだ。もはや闘争の時代だ。貴様は止められなかった。夢なんだろ、叶えてみせろ今こそ。叶えよう。君ならなれるよ、英雄に。ようこそ真なる幻想の世界へ。メタファー、リ・ファンタジオ。どうしよっかな。さて、すぐに行こう。
さて。行こう。何が？さて。行こう。さて、さあ。ねえ。必ず。行くぞ。よし。どうする？急ごう。なあ。ああ。行くわよ。何しに来たの？危ないし墓参りに行こう。なんていうか、ここ変なんだ。警告はしたからね。待て、大聖。ここから行けるの？この先の道を開いたのは俺たちだからな。あんた怪我してんじゃないのか？何を偉そうに。私だって大聖堂に行かなきゃいけないの。急ぐ理由でもあるのか？あるよ。友達が閉じ込められ、助けに行った兵士も帰ってこないし、このままじゃ死んじゃうかもしれないんだよ。じゃあ助けてくるよ。ちょっとあんた。俺も賛成だ。話を聞いた以上、怪我人に無理はさせられないってだけだ。嘘つき。アリパス助けるとか裏ありまくりでしょ。そう思うのは勝手だが、あんたが痛みをごまかして突っ込むよりも。分かった。探してるのはパリパスの女の子。私と同じくらいで。お願いだよ。俺、重要な依頼だ。
注意しろ。先疲れてる。かっ。キャッ。キャッ。先。先。先制攻撃。先制攻撃だ。はあ。どう。自由な旅人の力を接近戦だ。かっ。ふっ。キャッ。相手をよく見る。ふっ。キャッ。まだ耐えるか。逃げちゃった。さっきつかったか。やっ。よし、敵はもういないな。なら、ふう、じゃあ。いや、行こう。よし、急ぎましょう。やるじゃないか。いい戦い方だ。さて、よし、いい感じね。いいか。キャッキャッ。
気に攻める。キャッチ、見つかったぞ、注意しろ。こっちがどうだ。いいわね、やる。侵入者か。侵入集め。キャッチ、すごい華麗な戦いだ。誰かいるのか。キャッチ、容赦せん。また成長したか。だな。キャッチ、やるじゃないか。いや、何かの役に立つんだね。さて、行くぞ。すごい華麗な戦い方ね。さて、一気に攻める。強くなれたみたいだな。気をつけて、まだいるわよ。キャッチ、どうだ、このまま仕留めるぞ。先制攻撃だ。この力なら見せてやる。ちょっとかっこいいとどめだったね。お疲れ様。よし、これでもう大丈夫ね。これは役に立ちそうだ。よし、敵はもういないな。いいわね、やる。弱い敵しかいないわ、心配いらないね。よし、いい感じね。敵に見つかったよ。やるな。これで片付いたか。頼む。ああ、行くぞ。ありがとう。
ぞ。さて、ねえ、すまない。この耳、やっぱり…おい、待て。ありがとう。じっとしてられなくて追いかけてきたんだ。あんたたちのこれあり…ちゃんとしたお礼は待ってもらえない？次までに賞金稼いでおくから。賞金って？え、本気？あ、マジで知らない？私、見返りなしでパリパス助けるなんて変すぎない？どうして変なんだ？どうしてって、髪留め私があげたんだ。名高い男爵の使用人になれるって喜んでも、あの騒ぎの時、男爵を見た。男爵怪我もしてなかったよ。パリパスもたまには役に立つなって大笑いするくらい。どいつも狂ってるだよね。そう思うよね。私ね、そんな世界ぶち壊したいって思ってる。悲しんでる人がいるのにそのままでいいなんて絶対ありえないもん。同じ気持ちだ。うん、目を見ればわかるよ。何かを切り開こうとしてる。大きいものを抱えてる。そういうね。またいつ会えるかわかんないけど、困ってたら約束。信念を貫く賞金稼ぎ、彼女との絆を育てることで、どっちが世界を変えるか勝負。この子は私が連れて帰るよ。そんじゃお互い生きて。よし、気を抜くなよ。やった。おお、これはこれはよく来たね。Thank you.
るほど、興味深い。これはね、いいか。頼んだ。もちろん。よしよし。おや？また来るといい。